乱分子は勢いを増すばかり。考察の余地はございません。戦とは一人で行うものではない。では行ってまいります。誰だ、どこの者だ。口聞けの敵だ。囲め囲め。ささやけ村野さん。なんだ残白刀が。勝手に残白刀が。勝手にだと。嫌だ嫌だ。口聞こうがよ。こたびのお主の働き見事じゃった。秩序回復の大いなる一歩と言えよ。ソウルソサイティには必要じゃ。聞いたか、甲賀殿のこと。一人で始末したらしい。用意されているという噂だ。口利けが婿に取ったって話だ。何やらご不満の様子。なぜあの時単独で攻撃に出たのだ。必ずやあの状況を一変できると確信していたからです。何を最も必要とするか。何でしょうか。心だ。己の力を過信しない心が必要なのだ。力を使いこなすだけの心がまだ足りん。おいおい、下がれ。何を悩む。お前を使いこなせていないのか。お前の力は未だ未知数。我らは出会うべくして出会った死神と残白刀だ。やったな、甲賀殿。素晴らしい働き。どういうつもりなんだ、金霊殿は。何も認めようとしない。お前は強く美しい。いかがなされました。何か最近少し。あやつは聡明な男。理解するのにまだしばらくの時が。鎮圧されたとの報告が入っているようですな。なんだ。おい、源流斎殿のお力に。残る反乱勢力を一掃するため。銀霊殿、特務部隊の隊長に。我らが家の名を汚さぬよう精進せよ。失礼いたします。奴が山本総隊長直轄の特務部隊を。我らの派閥が奴に勝るは困難じゃい。もはや打開策は皆無で。終わった。この戦いもついに。貴様はこの内乱で死ぬか。かかれ村田さん。行け。残白刀が。自らの残白刀の刃にかかり死にゆく。動くな。これはどういうことだ、朽木公。れ、統一派遣の者たちではないか。奴らが襲ってきたため反撃したに過ぎん。一体何事だ。仲間の死神を虐殺したのです。こいつは発揮だ。突然我々を切り捨て。即刻朽木甲賀を捕獲せよ。とどまれ甲賀。今はおとなしくせい。よいから、とどまれ。今後100年にわたる石棺の剥奪。まさか奴らの言うことを信じるというのですか。私がそのように考えると思うか。恐れられているのは主ではない。主は自身の残白刀の力を過信し。源流斎殿も主の暴走を案じ。私は命を狙われたのです。忍耐を覚えるのだ。誠に生き急ぎよって。あやつは本当に力を失うことになろう。なぜ理解を求める必要などない。山さん、私はどこへでも駆けつける。行こう甲賀。我らの力で全てを変えてしまえばいいではないか。一つ言っておく村正、主はこの俺だ。指図される覚えはない。目を覚ましやがった。なんて冷圧だ。これほどの冷圧とは。どれだけこの時を待ったことか。いいな、マサ。なぜだ。牢に繋がれているのでしょうな。
どんなしょぼくれた顔をしているか。これでやつも終わりです。なんだ、朽木山石が大社楼を脱獄。気は済んだだろう。思い返すとまだ腹綿が煮えくり返る。銀霊殿、私が何を言いたいかわかるか。なぜ奴らを斬った。奴らが私を裏切ったから。笑っていたのです。そんな奴らを斬って潔白を証明する術を完全に失った。なぜ私が、何もしていないのに。確かに。しかし今はどうだ。という大罪を犯した。主の力が優れているのは十分承知している。主の家臣がこの結末を引き寄せたのだ。銀霊、あんたも一緒だ。味方みたいなふりして俺に近づいて。甲賀村正。くそ、お前をやるのは一番最後にしてやる。コウガ、コウガ、お前の心はなぜそんなに波立っている。やられる前にやる。過去のことは忘れよう。なぜ俺は憎まれるのだ。新しい世界を作ろう。何もかも。ささやけ村正。うん、申し上げます。昨日までに数十名を超えました。いくら戦闘経験豊富な隊員、刀を操られてしまい、心を閉ざすより他に術はない。強靭な精神力が必要である。いかがか。わしが貴殿と共に甲賀を封じよう。甲賀、ルコン街の罪なき者たちまでをなぜ斬る。ソウルソサエティ全土に教えてやるためだ。この世界から俺を弾いたことの愚かさと。ふざけるな。甲賀、刀なら黙って俺に従ってればいいんだよ。老人二人揃ってこの俺の力にひれ伏す気にでもなったのか。お前の力は理想を叶えるためにあったのか。それを叶えることができないという絶望だけだ。絶望こそが己のタガを外し。もうよせ金で。お前らをいつかは叩き切ってやりたいと思ってたんだ。金で俺をなめるな。いや、No! ささやけ、どうした。なぜ出てこない。源流祭殿、今です。行くぞ。は